こんにちは、こんばんは、赤髪のともです。今回は、とろとろ杏仁豆腐を作りまーす。では、材料の紹介です。白玉粉 50g、強仁草 30g、牛乳が 200cc、お砂糖が 40g、で、粉ゼラチンが 2g、で、この他にお水を使います。そしてこれとは別にシロップを後で作ります。まずゼラチンを水に溶かしておきます。はいはい。次に耐熱容器に白玉粉とこの強仁草と水 50cc を入れて手で混ぜます。これはゲームで出てきた強仁草です。あんまり普通の粉と変わんない。これもゲームと一緒。匂いは杏仁が詰まっています。で、混ぜていきます。入れて、お水も入れて、耳たぶくらいの硬さになるまで混ぜます。はい、耳たぶくらいの硬さになったら次に砂糖を入れます。で、また混ぜます。ここはカットかな。カットしました。ここに牛乳を少しずつ加えながら混ぜていきます。1回目、3回目、4回目。すごい液体感があるけど、これ無事に杏仁豆腐になるのか今とっても不安です。はい、混ざったら電子レンジで4分加熱します。温まったらスプーンで混ぜます。お、あ、ここの段階ですでに白玉粉が発動してお餅みたいになってる。これを滑らかになるまで混ぜていきます。とろとろだ。とろとろ杏仁の原型がこれか。ゼラチンいらないんじゃないかこれ。お、すごいすごい。ではまたレンジいきます。温まったらまた練ります。またレンジ行きます。練ります。また練ります。練ります練ります。すごい。わあ、うまそう。あ、いい匂いしてきました。ここでふやかしておいたゼラチンを入れます。また混ぜます。ゼラチンが混ざったのでまた電子レンジに行きます。温まったらまた混ぜます。で、今度は空気を入れるように混ぜていきます。ツヤが出たら器に盛っていきます。とろーりとろーり、こんなもんかな。お、すんげ。この分量で3人から5人前取ることができました。で、これを冷蔵庫で冷やしていきます。冷やしてる間にシロップを作ります。シロップの分量です。砂糖 40g、 水 200cc、 強仁草小さじ1、レモン汁あってもなくても OK。 鍋に砂糖、水、強仁草を入れていきます。砂糖、水、強仁草で火にかけていきます。全部溶けたら火を止めてレモン汁を数滴入れます。ピュピュ、え、ピュ、よし、ピュ、よし、入れすぎたかも。そしてこのシロップも冷蔵庫で冷やします。それでは食べてみたいと思います。シロップは食べる直前にかけるそうなので、かけて、ではいただきます。ほら、すんごいトロトロ、もうお餅みたい。まあ白玉粉入れたからお餅なんだろうけど。おお、いただきます。うん、うまい。これはうまい。これはうまいわ。ここ最近で一番のヒットかもしれない。これはなかなかトロトロ杏仁って聞きはするけど食べる機会ないけど、これは簡単に作れて美味しいと思います。豆腐クラフトの杏仁豆腐は牛乳、ゼラチン、砂糖、ほぼ一緒の材料で作るんですけど、こっちは白玉粉が入ってるから、
まあ、もちもち感が出たみたいな感じですね。まあ、豆腐クラフトのレシピで作るとなんかみんなが知ってるいつも通りの杏仁豆腐ができるんじゃないかなと思うけど、ちょっとアレンジしてみました。これは美味しい。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンからご視聴の方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして URL から登録をお願いします。この動画の続きが見たい方は再生リストのリンクから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。